Wow! That father is Ken Van Pern! Shinkansen home. 誰もいません。去年も上越新幹線使ってユーザーは来ましたけど、まさかここが出発の駅になるなんて、あの時は考えてもいなかった。危ねえ、間違えてガーラ湯沢駅のホームにいた。ギリギリセーフ。おかしいと思ったんだよ。危ねえ、無事乗車。俺としたことが、下りのホームで待ってたよ。まさか同じ時刻出発の下り線があるとは。しかも同じマックス時。すげえ罠だったぜ。よくやるよ。なんか言っちゃうこと。東京駅到着。早い。 YouTube 見てたらすぐ着いちゃったよ。2拠点目に越後湯沢を選んだ理由はこれ。利便性。新幹線で通える2拠点目としては、多分一番ありえないほど違う環境を手に入れるんだったら越後湯沢がおすすめ。わずか70分でここ東京に戻ってこれちゃう。人いっぱい。だいたい3週間ぶりですかね、オフィス来たのは。なんか上野に戻ってきましたけども、いや久しぶりっていう感じはまだまだ全然しませんでした。今日はここでしばらく作業をしてから、いろんな人にねお会いしに、いろいろ移動して夜の便で越後湯沢に戻りたいと思います。久々の上野業務。さて上野駅。ここは常磐線で帰るのに、今日は上越新幹線で帰ります。帰りは混んでないと思うから自由席にしてみたので、なんとたったの6,050円。70分で上野から越後湯沢帰れます。でもなんかいいね、すごく新鮮。乗るのは20時半の時。あれに乗って帰ります。上野20時30分発新潟行き12両編成。これ自由席で余裕で座れます。今高崎を出たところです。高崎でですね、ほとんどの人が降りてしまったので、もうガラッガラですね。もう次の駅が越後湯沢。超早い。次は越後湯沢。ただいま越後湯沢。20時30分上野発に乗って21時47分越後湯沢に帰ってきました。あっという間。こんな時間に越後湯沢に着いて、ただいまって変な感じ。こんな感じでわずか70分ちょっとぐらいで上野から帰ってこれます。越後湯沢2拠点生活するには現実的にできる距離感なのではないでしょうか。この間地方で兼業する人たちに国から助成金がね、交通費の助成金が出るっていうニュースが出たと思いますが、そういうのを活用すればこうやって地方に住みながら東京で働いたり、地方に住みながら東京の仕事をしたりできるのではないでしょうか。この3月いっぱいまではここがマイタウン越後湯沢。ただいまー。